横浜線は、神奈川県横浜市神奈川区の東神奈川駅と、東京都八王子市の八王子駅を結ぶ、東日本旅客鉄道の鉄道路線である。駅ナンバリングで使われる、路線記号は JH。すべての快速電車と一部の各駅停車は、東神奈川駅から東海道本線電車線に乗り入れ、さらに、横浜駅を経由して、根岸線桜木町駅、磯子駅、 大船駅へ乗り入れる。なお、本記事では、根岸線横浜駅東神奈川駅、八王子駅間について、実際に運行されている、列車番号に合わせて、桜木町方面きを上り、八王子方面きを下りと記述する。横浜線は、東京地区の電車特定区間の路線の一つであり、横浜市から町田市及び、相模原市を経由し、 八王子市に至る全長4 2 6トルの路線である。起点の東神奈川駅で京浜東北線、終点の八王子駅で中央本線と八甲線に接続する。京浜東北線が運行されている東海道本線電車線、根岸線に東神奈川駅から乗り入れて横浜駅、桜木町駅方面に直通運転する列車が多いが、 線路名称上の区間内の八王子駅東、神奈川駅間のみ運行する列車も多く設定されている。なお、東神奈川駅横浜駅間では、東海道本線電車線を京浜東北線と共用するものの、列車内や駅構内での案内では、京浜東北線直通とは一貫して案内されず、横浜線内では、根岸線直通、横浜駅及び根岸線内では、 横浜線直通と案内されている。横浜線は横浜市の北部から同市中心部へのアクセス路線として機能するとともに、東京都心から郊外に伸びる複数の放射状路線と交差し、いわゆる環状路線としての機能も有している。したがって、郊外路線でありながら割高な初乗り運賃の乗客も多いため、JR の前身である。 日本国有鉄道が運営していた時代から数少ない黒字路線であった。1908年に横浜鉄道という施設として開業したのが横浜線の始まりであり、当時は八王子や甲信地方で生産されていた木糸を横浜へと運搬することを目的としていた。その後、1917年に国有化されたが、標準機化試験や電化試験が行われたこともある。 その後、1932年には横浜駅、桜木町駅への乗り入れが開始されたほか、1964年の東海道新幹線の開業によって、新幹線と横浜線との交差箇所に新横浜駅が開業すると、横浜線は横浜市内と新幹線のフィーダー路線としても機能することとなる。さらに1960年代後半からは、沿線開発の進行や、 大学の設置などにより乗客が増加したことから1967年より輸送力増強のため伏線化工事が順次行われ1988年までに全線が伏線化された。なお1987年には国鉄分割民営化が行われ横浜線は JR 東日本に継承されている。国鉄末期に計画中だった。 横浜高速鉄道港未来線との直通運転計画が浮上していたが、国鉄の財政状況などが原因で中止となった。運営が JR 東日本に変わった以降も、首都圏の通勤路線として利用者が増加し、1994年からは混雑対策のために、電車は片側6扉を有する車両を連結した上で8両編成が組まれた。 臨時列車を除き特急、急行列車は設定されず、列車種別は、快速と、各駅停車の2種が運行される。船内折り返し運転の列車のほか、一部の列車は、根岸線に直通するほか、朝夕は、橋本駅八王子駅間で相模線の列車が乗り入れる。なお、1998年からの10年間は土曜、休日に、根岸線経由で、 横須賀線寿司駅までの直通列車が運行されていたが、根岸線経由では遠回りであることや、湘南新宿ライン増発の影響により、2008年3月15日のダイヤ改正で廃止された。2008年3月31日に発表された JR 東日本のグループ経営ビジョン2020挑むマイナスにおいて、横浜線は南部線、武蔵野線、 京葉線とともに東京メガループに指定された。私鉄との接続で重要な役割を担っているとして、今後利便性、快適性を輸送サービス、駅設備、生活サービスのそれぞれの面から向上させ、乗り換えの利便性を含めて今までより脚光を当てるとしている。行動1。2007年の国土交通省調査によるピーク時再混雑区間の1時間を平均混雑率は、 小机駅。また、2014年度の平均通過人員は22万4687人であり、JR 東日本の路線の中では4番目に多い。単独立体交差事業中山駅の東にある川は踏切は、歩行者、ボトルネック踏切に指定されている。これについて横浜市は、2020年度頃までを、目標に単独立体交差事業の事業化を、 目指している。連続立体交差事業矢部駅橋本駅間の約3 7トルにおいて、連続立体交差事業の事業化を進める計画がある。これにより、西門踏切、相模原踏切、小山踏切、紅葉踏切、小原踏切、高砂踏切の6カ所の踏切が廃止でき、交通渋滞の解消等が期待されている。 2020年3月14日現在における横浜線の運行形態を示す。朝夕に乗り入れる相模線の車両205計500番台各駅停車と快速列車が運行されている。日中時間帯は1時間に9本運行されている。この時間帯の内訳は、快速が桜木町駅八王子駅間、各駅停車が桜木町駅橋本駅間、 東神奈川駅八王子駅間で、それぞれ3本である。下り桜木町発八王子行の快速は、折り返し上り八王子発東神奈川行の各駅停車に、下り桜木町発八王子行の各駅停車は、折り返し上り八王子発桜木町行の快速に、下り東、神奈川発、橋本港の各駅停車は、折り返し上り橋本発桜木町行の各駅停車になる。 事故、各種トラブルがなく正常に運行されている場合は、快速桜木町発八王子業、確定八王子発東神奈川業、確定桜木町発八王子業、快速八王子発桜木町業、確定東、神奈川発、橋本港確定橋本発桜木町業の3つの運用パターンがある。平日日中の9から15時台と休日9から17時台は、 八王子駅発着の快速と、橋本駅発着の各駅停車の1時間に6本が、東神奈川駅から横浜駅及び、根岸線方面へ乗り入れ、桜木町駅発着で運行されている。それ以外の時間帯については一部の列車が根岸線の桜木町駅、磯子駅、大船駅まで直通するが、平日の朝時間帯は、全体の約1。 三程度の列車が直通、夜間時間帯は一時間に一から三本程度が直通となり、それ以外の列車は基本的に東神奈川駅折り返しとなる。これ以外に毎日朝夕には相模線の列車が橋本駅から八王子駅まで乗り入れている。ただし近年はダイヤ改正のごとに横浜駅、根岸線方面への直通列車が増えつつあり、 2015年3月14日の改正で朝5時台の八王子発桜木町業と折り返し6時台の桜木町発八王子業をはじめとする3本の列車が桜木町駅発着に延長された。相模原市を中心に中央本線相模湖、大月方面への直通運転の要望があるが JR 側は消極的な姿勢を見せている。 横浜線の運行形態別停車駅一覧以下に列車種別ごとの詳細を記す。快速、編集快速は JR 東日本発足後の1988年3月13日ダイヤ改正にて運行が開始された。日中時間帯は1時間に3本運行されており、すべての列車が横浜駅及び根岸線に乗り入れ、桜木町駅まで運転されている。 東神奈川駅橋本駅間で通過運転を行い、橋本駅八王子駅間及び、根岸線内は各駅に停車する。平日は、桜木町発で10の15時台、八王子発で9の15時台の運行であるが、土曜休日は9から17時台の運行であり、八王子発8時台は大船行、17時台は磯子行、桜木町発で9の17時台の運行である。 計画当初の東神奈川駅橋本駅間の途中、停車駅は中山駅、町田駅の二駅のみだった。しかし、これでは東海道新幹線に接続する新横浜駅を通過することになり、乗り換え客にとって不便になる問題があるため見直した。結果、新横浜駅と鴨居駅の二駅が追加され、東神奈川駅橋本駅間の途中停車駅は新横浜駅、 鴨井駅、中山駅、町田駅の4駅となった。登場当初は日中に60分間隔で運転され、上下線とも中山駅と橋本駅で対比をするように設定された。中山駅では対比する各駅停車は上りホームの2番線に停車するが、下りの快速は5線橋を渡った下りホームの1番線に停車するため、鴨井駅を快速の停車駅とすることで、 各駅停車から快速への乗り換えの便を図った。ただし、1990年代以降は、下りの快速、各駅停車相互間の環急接続が、町田駅のみとなった。また、当初の快速は、踏切の明道時分を確保する、関係上、通過駅で時速 45km の制限がかかっていた。1994年12月3日には、 運転間隔が40分間隔となり、東急田園都市線、子供の国線が接続する長津大駅が停車駅に追加され、横浜方面からの利便性の向上が図られた。1998年3月14日には、相模原駅が停車駅に追加。1999年12月4日改正では、運転間隔がさらに縮められて30分間隔と、 なり、上りの環急接続も大半が町田駅で行われるようになった。また、快速、確定を選別する ATSP と踏切の機能確認が完了したことにより、この改正から快速通過駅の制限速度が廃止されたが、矢部駅では、上り快速がホーム上にカーブがあるほか、東神奈川よりすぐの場所に見通しが悪く通行量の多い踏切があることから、 時速4 5トルの減速運転が行われていた。現在の矢部駅は地下道の建設で、踏切は廃止されているが、原則は残されている。2006年3月18日改正では、東急と横線と接続する菊内駅が停車駅に追加された。これに伴い、上り列車の環急接続の大半が再び中山駅で行われるようになった。 そして2010年3月13日改正では、運転間隔が約30分から約20分間隔となり、現行の1時間に3本体制、報道2に増発された。日中の各駅停車との接続は、下り列車は東神奈川駅、町田駅、橋本駅、上り列車は橋本駅、中山駅で行っている。また、土休日の上り列車の一部は町田駅でのみ、 各駅停車に連絡する。各駅停車、編集横浜線の各駅停車すべての駅に停車する。種別で終日運転される。日中時間帯は横浜駅、桜木町駅に乗り入れるが、朝、夜間時間帯は横浜線内の折り返し運転が中心となる。朝夕ラッシュ時は約2から5分間隔で運行されている。 日中時間帯は1時間に6本運行されている。このうち3本が横浜駅を経由して、根岸線桜木町駅まで運転されており、同じく3本運転される快速と交互に桜木町駅まで乗り入れている。始発、最終付近は運行間隔が広がる。朝、夜間時間帯には一部列車が根岸線の桜木町駅、磯子駅、大船駅まで直通する。 夜間時間帯には、大船始発20時台、21時台に、八王事業が平日各一本、土曜休日は17時台に、橋本港と八王事業が、各一本21時台に、橋本港が運行される。また、朝夕には、各3往復ずつ、橋本駅八王子駅間で、相模線直通列車が運転される。夜間停泊や車両基地への出入りを伴う、 区間運行として、平日、と休日ともに朝晩には、町田駅東神奈川駅間、橋本駅八王子駅間、町田駅八王子駅間の系統が運行されている。駅構内、電流線からの出庫運用では、小机発系統が3本、中山発系統が1本が設定されている。なお、定期の営業列車での小机業、中3校の設定はない。 海速との連絡については前説を参照。なお、臨時特急、浜海寺が運転される土休日には、上りは町田駅で、下りは町田駅と橋本駅では町海寺の待ち合わせを行っていた。ただしこの列車が運転されない場合でも町田駅で、時間調整のために停車していた。臨時特急、浜海寺、編集185系特急、 浜海寺1996年4月27日から2019年1月3日まで横浜線と中央本線を経由して横浜駅と甲州や新州エリアの松本駅を結ぶ臨時特急浜海寺が毎週の休日に一往復運転されていた。ただし当期は年末年始や三連休パス利用日など指定された土曜休日のみの運転となった。 運転開始当初は横浜駅甲府駅間の運転だったが乗客像に合わせて新州側は小淵沢駅、上沢駅、横浜側は磯子駅、鎌倉駅まで段階的に運転区間が延長されたが2003年以降は横浜駅松本駅間の運行となっていた。横浜駅を出ると横浜線内では新横浜駅、町田駅、橋本駅、 八王子駅に停車する。なお、東神奈川駅にも保安装置切り替えの目的で運転停車するが旅客の乗降はできない。車両は大宮総合車両センター配置の185系 B 編成のうち DATC に対応した B4B5 編成の2本が使用されていた。以前は2往復運行されており、 長野総合車両センター配置の 183.189KN 編成を使用したこともあった。かつてはグリーン車の入った7両編成で運転されていたが、2013年7月6日の運行からグリーン車の連結を廃止し、6両編成での運行となった。また、中央本線の開示とは別に、ぶどう、かもめ、富士山をデザインした。 浜海寺専用のヘッドマークが用意されている。185系の側面方向膜はかつては行き先に関係なく特急は馬海寺で統一されていたが2013年3月のダイヤ改正より踊り子などと同様に専用の方向膜が用意された。使用車両の185系200番台の廃車2019年からの中央本線特急施策の変更。 発着していた横浜駅京浜東北線ホームへのホームドア設置に伴い2019年1月3日の運転を最後に廃止された報道6、報道7。その他の臨時列車、編集横浜国際総合競技場や横浜アリーナでの大規模祭事の際には小津区駅、中山駅、町田駅を発着駅とする臨時列車が設定されることがあるほか、快速が 小机駅に臨時停車する場合がある。これらの時刻表は JR のサイト上をはじめとしたインターネット上では発表されず、主に東神奈川駅などの時刻表に別途掲示が行われる。横浜国際総合競技場にて 2002FIFA ワールドカップの試合が行われた際には、当時は快速通過駅だった菊内駅にも東横線の接続として快速が臨時停車している。 2008年9月23日の開業100周年イベントでは、全線で485系、山並みを使用した臨時快速列車、横浜線100周年号や、松本駅東神奈川駅間で、綾を使用した臨時快速列車、横浜物語号が運転された。それ以前にも13日に、松本駅から磯子駅まで、14日に、桜木町駅から、 白馬駅まで183.189系を使用した臨時快速列車ベイドリーム横浜号が運転された。また、2011年春には115系を使用した富士急行線直通の臨時快速列車富士川口湖号が運転される予定であったが、東日本大震災及びそれに伴う福島第一。 原子力発電所などの各種発電所停止による電力機器の影響で中止、同年夏に延期された。富士川口湖号は、その後も車両は183系に変更の上で、しばしば多客機に運転された。その他、日光線日光方面行きの修学旅行列車が運転されることがある。横浜線はもともと、キートの運搬を目的として建設されたこともあり。 かつては、キートンの輸送を中心とした貨物輸送が盛んで、多くの駅に貨物ホームがあったが、貨物輸送需要の減少により1960年代までに一部の駅を除いて貨物取扱いを終了した。1960年代以降は、淵延駅、橋本駅、相模線南橋本駅などから伸びる専用線や貨物国所の規模が、 比較的大きかった小机駅、原町電駅、淵延駅、橋本駅での貨物の取り扱いが主体となったが、その後も、透明高速道路の開通や国鉄貨物輸送の減少、ヤード輸送方式の全廃、接続する専用線の廃止などにより、そのほとんどが1980年代までに姿を消していった。平成まで残ったものが、 南橋本駅発着のセメント輸送列車だが、これも1996年3月13日の発送をもって廃止となり、横浜鉄道開業当時から90年近く続いた横浜線の貨物輸送は、公衆輸送を除いてその歴史に幕を下ろした。現在、定期的に運転される貨物列車は存在しないが、ダイヤ上では不定期の貨物列車が設定されており、主に、 長津田駅発着の公師鉄道車両輸送として運転される。これは JR 東日本と東急電鉄の連絡線が長津田駅構内にあるためで東急電鉄、横浜高速鉄道、東京地下鉄向けに製造された新車はすべて八王子駅、横浜線、長津田駅経由で東急長津田建築へ搬入される。なお、 車両製造メーカーから出場した車両は、作業やダイヤの関係で、八王子駅にて一夜を明かした後、翌日の昼頃のダイヤで、で重系ディーゼル機関車の経引により、長津大気へと輸送されるが、輸送される車両が長編成の場合は、長津大気の線路配線などの問題から、八王子駅で、おおむね3両の6両程度に編成を分割し、 八王子駅到着の翌日と翌々日の2回に分けて輸送される。また、東急より地方鉄道などへ車両を譲渡する場合にも、長津田初の公主輸送列車が運行される場合がある。東急向けの車両輸送は、かつては菊名駅で行われていたが、菊名駅が大雨の度に浸水するため、かさ上げ工事が行われた際に、同駅の連絡線は撤去された。その後、 1970年3月14日に長津田駅に連絡線が設置され、現在の長津田経由となっている。1996年の定期貨物列車廃止以降、横浜線では公衆輸送以外の貨物列車が運転されることはなかったが、2005年に長津田駅までの臨時貨物列車が運転された。これは町田駅で当時行われていたバリアフリー加工事で、 新たに設置することとなったエスカレーター機材の運搬、設置を目的としたもの。横浜線で、公衆輸送以外の貨物列車が運転されるのは、約9年ぶりで、JR 貨物のコンテナ車が乗り入れるのは開業以来、初めてのこととなった。横浜線では、相模線直通列車を除く、全列車が、鎌倉車両センター所属の E233 系6000番台で、 運行されている。片側4扉の一般系電車であり車内トイレの設備はない。弱冷房車は編成中ほどの古号車に設定されている。車両の外面には黄緑と緑による2色の帯を巻き、横浜線のラインカラーとして、太路線との識別を行っている。E233 系6000番台は、後日の205系の置き換え用として、 2014年2月16日より予定された出発式が吹雪で中止されながらも運用を開始した新聞 4? 拡幅車体で定員は205系より約1割増加したため6、扉車の連結はない車体には沿線のしのキなどのオリジナルの装飾が施されている駅スタンプをあしらったステッカーが全編成の 先頭車の乗務員室より側面に掲出されたが、最終編成の落成から1年の掲出期間を経過したため、2015年度中に全編成とも剥がされている。一方、相模線直通列車は、相模線用の2 0 5系5 0 0番台4両編成が使用されている。この車両は、ラインカラーが相模川をイメージした青と水色の二色体となっており、 車両戦闘のデザインが異なるほか、乗客がスイッチ操作によりドアの開閉を行う半自動ドア機構を備えているが、横浜線直通区間の各駅では半自動扱いは行われずに、車掌の操作で自動開閉するが、車内トイレの設備はない。輸送量の少ない相模線での運用が主であり、編成が短いことから6。 扉車は連結されていないが弱冷房車は一両設定されている。なお、横浜専用車両の配置は鎌倉車両センターであるが、そこには横須賀線車両も配置されていることや、横浜線の沿線からは離れた大船駅まで走行しなければならないこともあり、鎌倉車両センターへ、寄付する運用は少ない。このため、実質的には、 国鉄時代の橋本電車区構想により、橋本駅近隣に建設された橋本発出所が横浜線の中心的な車両基地として機能している。ただし、橋本発出所だけでは車両を収容しきれないことや、深夜早朝の途中始発、終着運用のため、東神奈川発出所のほか、八王子駅、橋本駅、町田駅、中山駅、小机駅、東神奈川駅に、 夜間停泊を兼ねて分散して留置される。過去には横浜専用の車両基地として東神奈川電車区や京浜東北線車両との兼用の蒲田電車区が存在したが東神奈川電車区は国鉄時代末期に運転士のみの配置となり車両基地の機能を廃止蒲田電車区に車両配置を一本化した後民営化後の横浜支社発足時に 大船電車区へ移管され現在に至っている。八王子駅まで乗り入れる相模線用の2 0 5系5 0 0番台も、当初は豊田電車区の配置だったが、これも横浜支社発足時に、高津電車区に移管されている。E233 系投入以前は、以下の電車が用いられていた。海岸沿いの横浜市街から、丘陵地帯を貫通、鶴見川の谷に分け入って、相模屋台地を抜け、 関東山地の端にある多摩丘陵を越えて八王子盆地へと至る。前線が関東平野内にあり、線形は比較的良いが、途中にはトンネルや10パーミル連続勾配もあり、山越路線の様相を呈する部分もある。東神奈川駅を出ると北東方向に進み、内陸側から順に国道1号、横須賀線、東海道線、京浜東北線北高線、 横浜線、京浜東北線南行線、少し間を空けて、京急本線の順番で、道路、線路が並ぶ。高架に上り、一旦南側に触れて、京浜東北線の南行線の南側に出てから、京急本線小安駅付近で、京浜東北線、東海道線、横須賀線の、各福線、京六本を一気に越える。さらに、住宅地を通り抜けて、 国道1号を越え、入江川と並行しながら、北へ向かっていくと、大口駅に着く。大口を出るとすぐに、シェルターで覆われた東海道貨物線の高架下を潜り、寺尾トンネル手前までは、直線が続き、水道道を越え、間もなく寺尾トンネルに入る。トンネルを出た後は、直線が続き、やがて旧、津波島街道と、東急東横線を越えて、 築堤の菊名駅に着く。菊名駅を出て、しばらく住宅街の中を進むと切り通しに入り、東海道新幹線との接続駅である、新横浜駅に着く。この付近は元来は、堤の上を走っていたが、新幹線開業時に切り通しになった。新横浜駅を出ると、環状2号線をくぐる。そこから、鳥山川の手前までは、北側が、オフィスやホテルが立ち並び、 南側が倉庫が立ち並んでいる。鳥山側を渡ると一気に田園地帯となり、北側に横浜国際総合競技場がある。そして、県道13号線の新羽根踏切を渡ると2面3線のホームと2本の留置線を有する小机駅に到着する。小机駅を出るとしばらく引き上げ線が並走し、第3京品の手前まで続く。そして第3景品をくぐり、 まもなく城山トンネルを抜け、鶴見川と並走する。そして横浜上浅尾道路をくぐると鶴見川沿いには、農地や工場が広がり、一方反対側は住宅街となり、そして鴨井駅に着く。鴨井駅を出ると、鴨池大橋をくぐり、鶴見川沿いを進む。白山ハイテクパークを横目に、しばらくすると鶴見川から離れ、川は踏切を渡ると間もなく、横浜市へ地下鉄。 グリーンラインとの接続駅である中山駅に着く。中山駅を出ると鶴見川の支流である温田川が見え、温田川側は農地が広がり、反対側は近年拡張された都市計画道路三加長津田線を挟んで住宅街となる。一旦霧通しに入るが、またすぐ温田川が見え、農地が広がっている。しばらくするとまた霧通しに入り、東海千葉駅に着く。 東0日、市場駅を出ると、西高道橋にて、東名高速道路を越えて、しばらく住宅街の中の切り通しを通り、国道246号を越えてしばらくすると、東急田園都市線が並走するようになり、長津田駅に着く。長津田駅を出ると、東急田園都市線をくぐり、しばらく東急長津田県尺の横を通り、この辺りで、神奈川県横浜市から、東京都町田市に入る。 そして、崖線の縁を進むと、な瀬駅に着く。な瀬駅を出ると霧通しを進み、町田街道を潜りしばらくすると、横浜線内乗降客数が、最多の町田駅に着く。周囲には繁華街が広がっている。なお、中山駅、な瀬駅間の温田川とおおむね並走する区間では、道下線の支流である梅田川や岩川などをまたぐ、橋梁がある。このうち、 岩川をまたぐ橋梁では上下線で上からの見た目が多少異なる橋梁でまたぐため上下線が動くわずかに離れたところを走る。町田駅を出ると小田急小田原線の高架を潜り、ここから先橋本駅の先まで駅構内以外はほぼ直線の緩やかな上り勾配となる。高架を潜ると右側に町田市役所がある。この後しばらく境川と並走する。 町田市側は町田市民ホール付近までは商業施設や予備校などが見受けられるが境川沿いにはサイクリングロードや林、ちょっとした畑などが見える。都道52号線を潜ったあたりからは住宅街となる。一方、相模原市側は崖の上に市街地が広がっているため境川べりは緑地となっている。そして境川を渡り、 相模原市内に入ると住宅街の中の霧同士を進み、古淵駅に着く。古淵駅を過ぎると地表面とほぼ同じ高さを走行する。住宅街を進み、カルピス相模工場、青山学院大学相模原キャンパスを横目に進むと、在日米軍相模総合補給所へ続いていた、側線などの移行が残る淵延駅に着く。淵延を出ると、立教2本をくぐって、 すぐに、矢部駅に着く。この区間は800メートルと横浜線の中で、最も駅間が短い。矢部駅から相模原駅までの間は、南側が、市街地、北側が、相模総合補給所となり、しばらくすると、相模原駅に着く。相模原駅を出るとしばらくして、工業地帯となり、 そして北側に橋本駅の電流線が西側に有りを橋本が見える。相模線が合流し、京王相模原線の高架をくぐると橋本駅に着く。駅周辺には超高層マンションが林立する。橋本駅を出ると市街地を進み、国道16号が本線は立橋で、速道は踏切という形態で交差する。 しばらく住宅街の中を進みカーブにかかる。このカーブの途中にある田尻踏切のあたりが横浜線内最高地点となる。そして境川を再度渡ると町田市に戻り町田街道と交差して相原駅に着く。相原駅を出るとしばらくして相原トンネルを通る。このトンネルの中間地点あたりで八王子市に入る。 そして造成地や新興住宅街の中を抜けると、横浜線で一番新しい駅である、八王子南屋駅に着く。八王子南屋駅を出ると、国道16号を越えて、片倉駅に着く。片倉駅を出ると、京王高尾線を潜り、やがて右側に京王線と交流し、しばらく並走する。並走していた京王線と分かれ、進路を西に変えると、今度は右側に、 中央本線、八甲線と並走して、八王子駅に着く。東神奈川駅橋本駅間が横浜支社、相原駅八王子駅間が八王子支社の管轄であり、橋本駅相原駅間に支社協会がある。ほぼ終日、根岸線桜木町駅からの直通運転を行っているため、便宜上桜木町駅から記載する。駅ナンバリングは、 大船駅から数えているため、東神奈川駅は JH13 となる。廃止信,信号上、編集 JR 東日本調べ1日、平均発車メロディーは、基本的に東洋メディアリンクス製のメロディーを使用しており、上りがウォータークラウン、下りがベルデライオだが、橋本駅と八王子南谷駅は上下客である。例外として、 東神奈川駅の2番線が窓の花飾り、3番線が木漏れ日の散歩道で、橋本駅の2番線がメロータイム、町田駅の3番線上りがスプリングボックス、相原駅の上りが遠い青空、下りが春町風、片倉駅が JRS12 から3であるほか、ご当地メロディーとして、八王子駅では夕焼け小焼け、淵延駅では銀河鉄道39、 小づ駅では、横浜 F マリノスの応援歌、ウィーアレ海マリノス、新聞語が使用されている。開業100周年の記念ヘッドマークを装着した、鎌倉総合車両センター205系、H7 編成報道発表資料、編集新聞記事、編集。ありがとうございます。